ヴィンセント・スペイデアは、アメリカ・イリノイ州シカゴ出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは18位。ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス3勝を挙げた。身長183センチメートル、体重73キログラム、右利き。バックハンドストロークは、両手打ち。スペイデアは長くアメリカの中堅選手として活動し、 4大大会のシングルスに54回出場している。最高成績は1999年、全豪オープンのベスト8進出である。4回戦で、第6シードのアンドレアガシを62、75、67、63で破る主君を挙げた。準々決勝では、トミー・ハースに67、57、36で破れた。2000年シドニーオリンピックと2004年、 アテネオリンピックにアメリカ合衆国代表として出場した。シドニー五輪では1回戦で地元のパトリック・ラフターに敗れたが、アテネ五輪ではオーストリアのユルゲン・メルザーを6から0、6から1で破り、初戦を突破した。2回戦で金メダルを獲得したチリのニコラス・マスウに6から7、2から6で敗れた。 マスターズ大会では2003年のインディアンウェルズ、モンテカルロ、2004年のマイアミでベスト4に進出している。2004年3月のスコッツデール大会の決勝で、ニコラス・キーファーを7-5、6-7、6-3で破り優勝し初の ATP、シングルスタイトルを獲得した。これが唯一のシングルス優勝である。2005年2月28日付のランキングで、 自己最高の18位を記録している。スペイディアは2010年7月のテニス、電動選手権を最後に現役を引退した。ビリー・ジーン・キングとボビー・リックスの男女対抗試合を描いた2017年公開の映画バトル・オブ・ザ・セクシーズで、リックスを演じたスティーブ・カレルの代役として、テニスの試合シーンに出演した。W イコール優勝、F イコール準優勝、 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます